Romantic 恋の花咲く浮かれモード史上最大の恋が始まりそう。毎日見かけるあの人に恋してた。普段は仲間とはしゃいでる目立つ人、自転車置き場の前油断していたら、ちょっと大丈夫、急に彼が携帯番号メモにしてくれた。ロマン恋の花咲く地元の駅、いつもと違う景色に変わった。ロマンティック恋の花咲く浮かれモード、悟られないようにメモを受け取った。ハロプロリクエストの歌い方いいぞ。なんでバレたんだなんでバレた。お家に着くまでメモは見ずに一目散、それでも半信半疑だし変な気分、夜の9時になったら電話が欲しいと、きっぱり時間書いてあった、そこにグッと来たな。ロマンティック恋の花咲く夜の9時は、気になるドラマの始まる気配だわ。ロマンティック恋の花には勇気がいる、部屋に鍵かけて時計とにらめこ。パソコン大丈夫？パソコン大丈夫？ちょっと待って、ちょっとパソコンさん。ロマンティック恋の花咲く夜の口は、史上最大な心のビッグバレン。ロマンティック恋の花咲く私の部屋、いつもと違う景色に変わった。ロマンティック恋の花咲く浮かれモード、